はい、こんばんは。ブレイキングダウンが世界一大好き893チャンネルです。はい、今日はですね。ブレイキングダウン8があったんですけど、まあ今日はね。あのまあ日韓戦ってことでコリアバーチャジャパンだったんですけど、はい、その対象戦が。まあ、日本は飯田翔征選手はいで、韓国はパクウォンシク選手っていう選手の方が出たんですけど、いやレベルが高かったですね。はい。 まあ、特にあのパク・モンシク選手はあのなんだっけな4代目ヒートチャンピオンなんですよね、はい、だから、道理りで、まあ、強いなって思ったんですけど、まあ、早速、ね、ちょっとニュースに載っているので、まあ、今からそのニュースを読ませていただきます BD エ、はいえー飯田翔征が大将戦勝利で一夜、再延長の末、近差判定で韓国のヒート王者クラス日韓戦は5勝7敗で日本完敗。 はい、ブレイキングダウン21日、はい、総合格闘技の朝倉未来が社長を見ている分1分間最強を決める格闘技イベントの第8回大会が行われ今大会で初実施となる日韓戦対抗戦が行われた、まあ、なんか飯田選手は韓国のプロ MMA15 勝ヒートライト級第4王者パク・ウォンシクに3対2の検査判定で勝利したということで、はいまあ、勝利したんですよねいや本当ね、まあ、素晴らしいなと思いますね、はい まあというのも、あのー、このパク・オンシク選手って、まあ、プロの選手なんで、あのかなり強い選手なんですよ。まあ、韓国でも有名な選手だと思うんですけど、まあ、その選手に勝てた飯田選手は、本当に強いなって思いましたね。はいまあ、あとね、やっぱ両者ともね、やっぱすごいパンチ力、キック力で、もう本当、迫力満点でしたね。まあ、途中でなんか配信トラブルがあったんで、まあ、ちょっとそれは残念だったんですけど。はい まあただ、やっぱ今回のブレイキングダウン、ここにも書かれている通りあのやっぱあり、全体としては日韓戦は 5, 5勝7敗ということで、日本が完敗してしまったん,ししまったんですよね。まあ、そういうふうに見てみると、やっぱり、ね、あの韓国は、ね、あの格闘技とかレベル高いなと思いましたね。まあ、これもやっぱり、ね、韓国にはね兵器があるからかなと思いましたね。まあ、日本はそういうのがないじゃないですか。 まあ、韓国はそういうのがあるんで、多分自然に強くなるんじゃないかなって思いましたね。まあ、韓国のねまあ選手の皆さん、本当強かったんで、あのー、おめでとうございます。まあ、次もブレイキングダウンがあったら、まあ出てほしいなと思いましたね。皆さん、すごい魅力的だったんで。はい